工藤さんはその中、夏美の恋人役ということで、はい、広木監督の現場は初めてだったとお伺いしていますが、はいね、何度もこうやり直しのシーンなどもあったとも、ちょっとちらっとお伺いしてるんですが、<laughs> そうですね、見ていただければわかると思うんですけど、仲間は死のところがあったりとかして、そこでまあ、 何度か何度かじゃないですね何度も何度もひろきさんに「はいもう一回はいもう一回はいもう一回,、はい、回」とう <laughs> 永遠に言われ続けその日あとから聞いたんですけどあのまあ夕方ぐらいからとまあその前ですねその前からリハーサルも兼ねてで夕方から撮るって形だったんですけどまあ大体終わったのが9時過ぎ半ぐらいだったんですけど他の人たちは周りはみんな12時過ぎまで行くんじゃないかって思ってたみたいで <laughs>。 まあでもなんとかひろきさんがオッケーを出してくれたので僕はもうそれを信じてもうひろきさんに乗っかってた感じなのではい、はい、まあでもすごい緊張しましたすごいししはいでもご自身でその後ご覧になって作品ご覧になっていかがでしたかなんかうん僕自身すごい不安がいっぱいあってでももう 不安を抱えててもしょうがなかったもう取り終えてしまったもので、うん、でもなんかそのひろきさんがオッケーを出してくれたものを信じようと思っていたのでそれを見てその映像を見た時にもうすごい僕はあなんか今の僕をが持ってるものを引き出してもらえたのかなっていう思った感覚でもう感謝の言葉しかないですねですはいありがとうございます <laughs> そして小林さんは今回は仏像を彫る仏師という役柄でいらっしゃいましたがやはりあの役作りのためには仏像を彫るみたいなこともいやもちろんあの映像の中では彫ってるんですけどでもあの指導に来てくださった本当の本物の仏師の方の指導を受けてますからでしかもまあ映像っていうのはあのそこだけでいいっていうのがあるんで全部丸っぽ削ってるわけじゃないんで。<laughs> 時間んんで、すいません <laughs> な大したこと何もしてないんですよただみんなこうこ,この自転車を全部、はいうん、本読んでもそうなんだけど心優しい人たちなの、うん、で僕の役だけ、うん、多分この人たちからしたらただ絡みづらい人なんですよ <laughs> 私の役は <laughs> 役的にただから物資って言ってるけど、えー、よう考えたらただの変わり者なんですよ <laughs> だから別に僕も物資っていうつもりでやってないなとえー、えー まあなんかこの人のなりの都合があって掘ってんだろうなというぐらいな感じであとはもう本当現場で監督に任せているだけなんで有村さんも、ね、皆さんと一緒にお食事するシーンもありましたけど、はい、あったかい気持ちになりましたいろいろこの作品はひと夏を過ごすというその竹屋という場所でひと夏を過ごすという。 夏休みの1ページを切り取ったお話でもあるんですけどなんかお仕事なのに自分もなんか一,こう一緒に夏休みを過ごしたような感覚になったわかる <laughs> あ本当今夏休み過ごしてるんだなっていうね。<で>うん。本当になんかそれぐらいこうリラックスして、はい、過ごせました ありがとうございますそして森澤さん、はい、もうあの先ほど本作ご覧になってくださった時の感想をお伝えくださいましたけど改めてキャストの皆さんがこういうふうにいろんなお話をしてくださって最初このキャストの皆さんが決定した時っていうのはどんなお気持ちでしたかいやもうあのプロデューサーとハイタッチしたい気持ちでしたね。あのかすみちゃんとはもう3年ぐらい前にあの原作を読んでくれてたのでちょっと1回お会いしてたことがあってでかすみちゃん が、主人公だったらぴったりだなっていう話をあのしてたんですね。で、その後、えー、実際に映画化されることになって、えー、キャストを聞いた時はもう。もう決まったなっていういい映画になったなっていう。もう感じがもうしちゃいましたね。はい、ありがとうございます。森澤さんは、は現場にもその撮影の現場にも何度か何度何度？何度か 一回だけですそうなんね一日来て竹屋,竹屋があるとこ,ろところに来てくれたりしててでもあの竹屋は本当にあのし取材というか小説の中のモデルになったなあそこはあのー、本当に僕が小説を書くきっかけになる本当に僕は行ってた場所なんですねでそこにおじいちゃんおばあちゃんが住んでてその方々とすごく、えー、親しくさせていただいてでそのお二人を モデルにして小説書いたんですねで今その2人とも亡くなっちゃったので、えー、空き家になってたんですけどその空き家がそのまま今回の、えー、ロケ地として使われたのできっとあのおじいちゃんおばあちゃんが天国で見てあの喜んでくれてるだろうなっていうふうな、えー、ちょっとジーンとくる気分で僕はちょっと社ゃ見てました。そうですか 監督普通はやはりまあ違う場所でどうしても撮影することになると思うんですけどそういう本当にそういう場所で撮影というのはなんかこうお気持ちがちょっと違ったりもされますか、ね、それをそれ聞いて、ね、最初はやっぱすごくざ,ざわつくんですけど、まあ、ここで本当に撮影していいのかという気持ちはあるんですけど、まあなんかうん、きっと、でもあそこに僕らが出会ったのはそらく出会う原作の。 小説もそうなんですけど、電話してくれたっていうのがあるんで、もう、それ面なんだろう、邪魔だろうが、ここでやったほうがいいんだろうなって思ってやらせてもらったんですけど、それは、すごくいい結果になったかなと思いますけど。 ありがとうございますそれがどのような場所でこうどんな雰囲気なのかというのはこの後の上映をですね皆様楽しみにされていただきたいと思います。ということでいろいろとお話をお伺いしてまいりましたがだんだんお時間になってしまいましたのであの今日お越しくださいましたゲストの皆様を代表して有村さんから今日お越しくださったお客様そしてマスコミの皆様カメラの向こうのお客様に最後のメッセージをお願いします。はい、えっと、本当にもう この作品はこういう作品ですっていうよりもこう皆さんがそれぞれで受け取る形であの感じていただけたら一番いいのではないかなとあのこの完成を見て思いました、えっと、なのでこの作品を見たあとも余韻に浸ってこう帰っていただけたら嬉しいなと思いますえっと本当にここにいる皆さんはとってもすてきな役者さんばかりで。 あの私もすごく幸せな時間を過ごさせていただいたので、えー、とそんな雰囲気もあのぜひ楽しんで帰ってください。